マサムネくんのリベンジ2期決定おめでとう。こんばんは、どうも乙村ユニアです。4月1日に公式ツイッターにてマサムネくんのリベンジ3期決定のエイプリルフールネタが来た時、おいおいくせ、2期の匂いがプンプンするぜってテンション上がってたら本当に2期来た。実はこの作品数年前にすでに完結済みで、アニメのオーバー13話は完結後のお話をやってるんだよね。2期ねえじゃん、完結後の話したら2期ねえじゃんと思ってたのに、2期決定は予想外。これからこの作品見る人は13話は見ないように。 D アニメで13話まで配信されてるからね。1期が放送されたのが2017年の冬アニメ、5年前だよ。5年前、1話見た時キャラ可愛いし面白くてハマったのが5年前。しかも同じ時期にやってた幼女戦記の続編も決まったし、妖術の2期も来るし、俺死ぬかも。いや俺じゃないよ、俺たち死ぬんで。あの頃アニメがこぞって続編決定しだしてるよね。ついでに野毛野良来ねえかな。マサムネくんのリベンジアニメしか見たことないよって人は原作漫画も買ってみて、ネタ割り嫌なら一期の部分だけでもいいから。俺漫画の中で一番衝撃受けたのがマサムネくんのリベンジなんだよね。絵が超うまい、いや表紙じゃんって、イラストで漫画描いてるじゃんって。50代60代が初めて鳥山明の漫画を見たみたいに絵のうまさに衝撃を受けて、マサムネくんのリベンジ2期決定。最後に一つ言わせてもらうなら、小十郎が男だがそれでいい。